江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、渓谷のジャンボリーに参加した日本人を見てみようというスレッドが立っておりましたので、ご紹介していきたいと思います。まあ当然ですね、今渓谷の世界ジャンボリー大会に参加している日本人が今どうなっているのかというところね、まあ気になる方、ご心配な方いっぱいいらっしゃると思いますので、見ていきたいと思います。で、今回ですね、ツイッターある方のツイッターで写真が上がっていたので、そちらを見ていただいて、で、まあ、ツイートの方も見ていただいてですね、今日本人がどうなっているのかというところ、まあ一人だけですけど見ていきたいと思います。はい、じゃあちょっと画面変わりますね。 BGM も変わっちゃうな。はい、ということでですね、こちら58さんという方のツイッターの写真なんですけれども、まずね、出発前ですね、出発前こんな感じのね、ちょっと大きいかな、バンダナ、ほらかっこいいっしょね。ジャパンコンティ、わかんねえ。セマングムコリア2023ということで、これはあれかい？肩にかける結ぶやつかない？首のところで結ぶやつかな？かっこいいですね。はい、じゃあ続いていきましょう。こちらでございます。はい。あ、帽子もあるんだ。おお、日本！いいね。かっこいいね。おお。はい、じゃあ次行きましょう。これがですね、渓谷のインチョン空港に着いた時の写真かな。で、日本人がいて、で、奥の方行くと他の海外の方もねいらっしゃいますよね。4万人ですからね。じゃあ次行きましょう。で、まあこれも到着シーンかな。はい、天気いいね。これも、これが現地に到着した、現地のなんだっけな、レセプションの部屋かな。そこのところで、写真撮った、感じかな。他の海外の方もいっぱいいらっしゃいますね。はい。これもレセプションかな。うん、で、これが外の外観か。はい。で、これがね、ツイートが、屋根がある時で、寝れる、屋根のあるところで寝れるとのことです。わらって書いてありますね。屋根があるところが貴重なんでしょうな。うん、で、ちょっと混んでるね。夜になるとこんな感じと。で、これ、まあ、ちょっとちっちゃくて読めないと思いますけど、香港の方と日本の方同士ですね、何を交換したんだろう、ワッペンかなんかを交換したのかな。こうやってまあ国際交流というか、他のね、スカウトの人たちと交流してるというようなね感じですね。うん、おほほほほ、これが今話題の水没したセマングムの会場ですね。本当に水あるんですね。ツイートは沼地になりました。せっかく乾いてきていたのにというね、涙マークでツイートしております。あ、こういうところはやっぱ避け、まあ当然ですけど避けてるんですね。でも川すごそうですね。確かに。ここでテント張るんだ。げんなりだな。田んぼ。水ある。水がありますよ。
ちょびちょだね。なんか見てるだけで蚊が怖い、やだな。あ、これがカビの生えた卵ですね。ひどい。これも今ちょっと反射で見えないですけど、ここのところがね、カビてるんですよ。あのカビのふわふわのところが出てますね、白いカビが。あー、こんな感じ。うわ、ツイートがね、いい加減にしろ、怒りマーク。楽しみにしていたユースのスカウトや頑張っている警告人スカウトチーフがかわいそうや、というね、ツイートをされております。いや、豆腐が出たそうです。警告の豆腐か。はい。で、最後なんですけれども、ツイートにこう書いてありました。カフェテリアに着いたらサブキャンプで30分前まで一緒に仕事していた 50ぐらいの IST さんが熱中症で意識を失ってて精神的にショック。てか熱中症の応急処置やばいのガチなんだな、ということで。熱中症って大変なんですね。私はちょっとなったことないんですけど。そりゃ一緒に30分前で一緒にいた人と、一緒にいた人がいきなり倒れたら、そりゃショックでしょうな。はい。ということでね、こちらに対して警告の反応がありますんで、ご紹介していきたいと思います。はい。ということでね、じゃあそれではですね、一人目いきたいと思います。こちら。イヤケイになりそうだ。我々の金を使ってイヤケイを作ってるよ。わらわら。私は確信するけど、今回の事態でむしろ国家ブランドが落ちてしまった。6000億のお金を使ってブランドイメージはマイナス6000億になったと思う。嫌系になっても認める。わらわら。劣悪な環境で労働を搾取された朝鮮人蝶持ち子たちの苦痛を一度感じてみろ。わらわら。はあ、はあ、楽しい気持ちできたのに申し訳ないね。かっこ泣き。嫌系になっても何も言えないね。歴代ジャンボリーの中で参加人数が一番多いそうだけど、全世界に嫌系製造されてるよ。わらわら、すごいな。そうなんだ。参加人数一番多いんだ。日程に対する朝鮮民衆の怒りを感じろ。いくら我が国が恥だとか何と言っても、日本の子供たちの立場ではちょっと怒ってもまた喜ぶと思うよ。なんで今日本で K-POP や外国ドラマの地位がどれだけすごいことか。関係ない。それを知ったら嫌系とかなんとか言えないよ。わらわら。日本の子供たちは最近警告だとめちゃくちゃ喜ぶよ。喜ばないよ。はい、じゃあ次。むしろ軍部隊のいくつかに3000億のうち人件費500億ウォンをかけて幹部に分配して機関工事を進めたらジャンボリー史上最高の施設にしたはずだ。それなりに先進国で開催する世界的なイベントがなんでこうなのか。わらわら。本当に恥ずかしいよ。申し訳ございません。信じられないだろうが、あの行事が内外的に5000億の経済効果を呼び起こすと広報した。クエックス伊藤博文、公あなたが正しかった。母強制占領期の復讐だ。有料で全世界夜景作り、ブルブルマジで。なんでこんなことなぜするのか。今度の政府で五輪に準ずる国際イベントをしていたら本当に修羅場になるところだったよ。いや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 、今回の政府に限らずだろ。申し訳ないね。遠くから来てお金を払って極限体験するなんて。参加者の参加費全額払い戻しして飛行機のチケット代まで払え。ほんとマジそうね。歴代級の恥さらしだ。責任者は厳罰に処してほしい。謝罪と賠償を要求しても認める。泥棒の多い渓谷、ブルブル、3000億はどこに。日本は渓谷より先進国です。わら。ダンボールベッドも準備できないヘルアサセン。ヘルアサセンのきつさを味わって嫌系力いっぱいになっただろうね。日本では熱中症をかなり危ないと考えるという。今後は地方でああいうの開催したらダメ。そのままソウルの周りでしろよ。はい、というね、意見でした。それではね、チャットの反応いきたいと思います。
はい、じゃあですね、上の方からいきますかね。どう、これかな。田んぼ。この辺からいこうかな。日本人の情報ですね。こんなこともあろうかとって蚊取り線香を取り出すのが日本だが、果たして日本人は湿地に設営せずに最初から宿舎確保して参加だらしいね。お前ら日本人が不幸になればいいと期待してるんだろ。まだ楽しみだったんだろうな、最初の頃はね。うん、最後怒りマークですから。かわいそうに、帰ってこなさい早よ。空港に到着した時のワクワク感が恐怖に変わるなんて思わなかったよね。これが地獄の始まりでした。これがまさかこうなろうとは。地獄の目視録。ジャンボリーってこんなに人たいんだな。この時はまさかあんなことになろうとは思えはなんだ。こういうのが交流なんだろうね。台無しになってるけど。いや、田んぼ完全に沼地化しとる、わら。ムツゴロウいそうだな、わら。テレビ東京に連絡するにだ。笹川良一さんがいれば激横プンプン丸案件なり。水没してるところにテント張らせる、運営どうかしてるぜ。こういうところはマジでボウフラが湧くからな。沼やん、普通こんなところテント張る箇所として選ばんけどな。金払って罰を受けに行くとかド M だな。提供するときに分かりそうなもんだが、カビ卵かなりの数配られたんじゃ。公表するよりかなり。豆腐ってちゃんと温度管理されてんの、しょぼーん。なんでこんなもん出すかな。カビ出てたら出産だろ。熱中症って簡単に重症化するからね。知人が熱中症で血にかけた。奇跡的に窮地に一生を終えたけどね。育ち盛りでエネルギー消費激しい野外活動なのに豆腐一つ、バカやん。心配するな、最初から嫌系だから。自分も自衛官なりかけの頃、熱中症の一歩手前まで行ったことある。なりかけでも結構辛かった。しかし誰も責任を取らない W、 そして同じ間違いを何回もやる、わら。熱中症はほんと怖い。いきなり頭痛と吐き気で立っていられなくなったよ。スカウトに行く子は基本お育ちがいいので、ケープープには興味ないと思うよ。日本の子供は旭日旗サーフィンで懲りてるよ、わらわら。じゃあ2030年の釜山万博は今すぐ辞退しようね。卵は危険なの。普通のお弁当だって気を使うのに、明日のお弁当用に冷凍卵焼き作ってる私に謝れ。出た、お前らの募集校できたのは金のためだろ。だったら日本に倍の金渡して返してもらえよ。そしたら日本から謝罪と賠償を請求するぞ。ピョンチャンの時は日本向けの選手の食事に唾吐いて我慢できなくてやったとか言ってたっけな。参加者はみんな強制徴用されたと謝罪と賠償を要求しよう。正直レンジャー部隊訓練よりきついんじゃねこれ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。